将棋の藤井聡太さんを応援するミルショーです。将棋の無限の可能性、奥深さ、何より楽しさを教えてくださりありがとうございます。藤井聡太さんのひたむきな将棋への探求心と美しい棋譜に心酔しています。将棋の神様の YouTube をたくさんの方々にご覧いただいてとても嬉しく思います。将棋の神様の YouTube をさらに充実して皆さんに喜んでいただけるためにも、チャンネル登録とメンバー登録をしていただくととても嬉しいです。きっといつでも皆さんとお会いできる楽しい未来が訪れると思います。将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。藤井王座は後手番になったらやろうと思っていた作戦ではあったんですけど、序盤からかなり手が広い将棋になるので、その後どういう形になるかは分かっていなかったですと語り、永瀬九段は4-7角成45手目まで予定だったような気がするんですけど、ウランが弱かったような気がしますと語った第一局。感想戦で永瀬九段が笑みを浮かべ、藤井王座が駒をくるくると、王座戦リターンマッチ第一局の後日談を二人に聞いた、ブーシューオンラインの記事です。ご覧ください。9月4日水曜日に神奈川県秦野市の元湯陣屋にて行われ、藤井王座が124手で永瀬九段に勝ち、第1局は藤井王座の勝利となった。この対局で感じたことを後日勝又七段が語った。藤井王座の巧みな攻め、藤井聡太王座に永瀬拓矢九段はリターンマッチを挑む第72期王座戦五番勝負第1局。昼食休憩明け、両者が厳しい表情を見せる中、藤井王座の巧みな攻めが光った。永瀬玉を守る金銀を歩の叩きで上ずらせて逃がし、馬金銀の三方取りで銀を打ち、さらに王手で桂馬を打ち込む。永瀬九段はあえて狭い急筋に玉を逃げ、そこに銀を打って詰めろを受けた。そして藤井玉に反撃、玉等の金取りに桂馬を跳ねる。しかし藤井王座が9を逃げたのを見て頭を抱えた。永瀬九段は迷ったような手つきで端に桂馬を成り捨てたが、誤算があったことは明らか。最後は予想だにしなかった手で勝負が決まった。永瀬九段の6-4銀と1-3成桂馬、そして藤井王座の2-4金、あちこちで駒取りになっている。予想だにしなかった展開に控え室も驚きながら、ようやく結論を出した。永瀬九段の攻め駒が2筋で渋滞しているので、こちらは触らず6-4銀を取って藤井玉を右辺に逃がす。自陣の金と飛車が玉を守ってくれるので藤井王座が残していると。ところがどっこいである。102手目、藤井王座は全く別のことを考えていた。7-7金取りに6-8角と打った。そして自陣では爆弾になりそうな成桂馬を払う。続いて6筋の角を2筋で走ってきた香車と差し違えると、取ったばかりの香車を飛車の鼻先に叩きつけたのだ。攻め駒を消して安全勝ちを目指したように見えて、そうではない。永瀬九段は歩を打って金を奪った。永瀬玉は一瞬詰まない。駒台にはカクカク金金がある。藤井王座、こんな状況で手番を渡して大丈夫なのか。森内九段も危ないけどなぁとつぶやいた。ところが調べてみると攻防手などがあり、藤井玉への詰めろは続かない。永瀬九段は藤井王座が読み切ったことを肌で感じたのだろう。持ち時間を使い切り、指したのは金のただ捨てて、藤井王座が読んでいない手を、逆転につながるような手を懸命に探していたのだ。こういう手を AI に評価させても意味はない。しかし時間を5分残していることもあり、藤井王座は冷静だった。攻防の飛車を打ち、必死をかけ角のただ捨てても冷静に逃げた。20時30分、124手で藤井王座が開幕局を制した。張り詰めた空気から一転、リラックスした雰囲気に。終局後、対局室に入るとまだ張り詰めた空気が流れていた。
感想戦は緊張感が残ったまま始まる。だが7年以上も研究会でお互いを高め合い、気心が知れた2人だ。少しずつ弛緩していき、表情が緩む。永瀬九段が笑みを浮かべ、藤井王座が駒をくるくると回すようになる。心を整理し折りたたんでいく。見ていてなんだかホッとする。検討していく中で83手目に永瀬九段の打った香車が取られる変化が出てきた。香車を2、8ではなく2、6に打つ手を AI が推奨しており、という話になった。香車は下段に打て、ガセオリーなだけに藤井王座が違和感があるような。といえば永瀬九段も、へえ、2、6なんですかと言って何度も香車を2、6に打ちつけた。下段の香車がまずかったと言われてもだよね。さて立ち会い人の青野九段にはまだ大事な仕事が残っている。程よいところで感想戦をお開きにするという役目が。対局終了からちょうど1時間後、青野九段が、もうそろそろ、と声をかけ、両者が深々とお辞儀をして第一局を終えた。打ち上げにもご相伴させていただいた。ちょうど永瀬九段の向かいに座ったので、いろいろと話を聞くことができた。食事の席なので、まずは気楽に昼食はどうだったかと聞くと、二人ともボリュームたっぷりの陣屋カレーをほとんど平らげたとのこと。あの伊勢海老の揚げたものが美味しいんですよ、と永瀬九段。今日は久々に食べ過ぎました、という。これまでは、ぶどう一房とか、いちご一パックを一回で食べていたんですけど控えるようにして、2ヶ月前から朝ごはんを抜いて1日2食にしているんですよ。2ヶ月前とは、ちょうど王座戦で鈴木九段に勝って挑戦者決定戦に進出した後だ。5キロほど痩せて標準体重になりました。今は月に何日研究会をやっているのかと聞くと、永瀬九段は平然とした顔で答えた。2024年に入ってからは公式戦の対局と公務以外は全て研究会を入れています。はい、明日もです。で、毎日のように朝から研究会をやっていて脳がガス欠にならない。で、燃費が良くなったんでしょうか、笑い。1日1食にするのはやりすぎですかね、笑い。いやいや、軍曹という言葉すら生ぬるい。食事については無茶しないでほしいと心配になるほどだ。しかし藤井王座はニコニコしながら聞いている。そうか、彼にとってそういう永瀬九段は当たり前なんだろうな。後日、棋聖のイベントで藤井王座と会えたので改めて話を聞いた。序盤はどうでしたか？馬を作ってくるのはあるとは思っていましたが、本命ではなかったです。先手にはいろいろな選択肢があったので、その後はその場で考えました。自陣角を打ったところ、56手目、では、桂馬跳ねにするか迷っていましたが、桂馬を跳ねると馬を使って手を作られると考えました。ただ、各打ちの感触は悪く、桂馬跳ねが静着だったかと、中盤、両者とも苦しそうな表情をしていましたが、形勢はどう見ていましたか？自信はなかったですが、先手から見ても良くするまでは、先が長いという印象があります。途中、永瀬さんが継ぎ歩したのは意外でした。終盤はどう読んでましたか？9、8、玉、93手ね。では、7、8、玉を予想していました。あとに角を2。8の香車と差し違える順は本戦の読みでしたが、形勢は微妙かと、そんなにうまくいっているという感じはしなかったです。9、8、玉からは良くなったかと思います。最後の決め方は驚きました。義勇を取って、右辺に玉を逃げ出すかと思ったのですが、いや、それが方筋でしたね、笑い。だけど、113手目の局面で自玉に詰めろがかからないことを読み切っていたわけですよね。時間がないので読み切ったとは言えないですが、3、2にいた玉を、2、3から1、2、と逃げられるルートがあるので、危ない形ではなさそうかなと。113手目、両、2、金に変えて、5、3、金には、5、8、飛車が攻防手になりますし、で、カクカクキンキンと持たれていて、手番を渡して危なくない。私は思わず藤井王座の顔をまじまじと見てしまった。あの局面で、右辺ではなく左辺に逃げる順を読む棋士などいない。藤井王座は、
人とは違う世界をいつも見ている。果たして藤井王座から見える盤上にはどんな光景が広がっているのだろう。王座戦5番勝負はこれからだ。立ち会い人の青野九段にも後日話を聞いた。永瀬さんが対局室に早く来ていて緊張していた様子でしたね。精神的にちょっと追い込まれている感じはしました。初戦を落として永瀬さんは厳しい状況です。ただね、昨年は防衛する守る立場だったけど、今回はもう失うものはない。勇気を持って藤井さんに立ち向かってほしいですね。そうだ、5番勝負は始まったばかりだ。永瀬九段は王座戦挑戦者決定トーナメントで郷田真隆九段戦、菅井竜也八段戦、そして羽生九段戦と3回も後手番で勝ってきたのだ。2人の熱い戦いはこれからだ。最後にお願いがあります。2024年は霊王を失冠した藤井竜王名人が7冠を維持して、来年度の栄誉を復活で再度8冠を期待し、また一般棋戦4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。できるだけメンバー登録もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。